気象疾病用医薬品とは、特定疾患などの薬物療法で必要性が高いのにもかかわらず、患者数が少ないため、製薬会社の採算が取れない処方箋医薬品を指す。日本では薬器法第77条2で指定された気象疾病に用いられる医薬品を指す。厚生省は1985年に、気象医薬品の製造承認申請に際し、 添付すべき資料についての通知、特定疾患治療研究事業及び新薬開発推進事業を設置して OD 開発の促進を図った。しかし、アメリカ合衆国連邦政府の OD 制度に比べ不十分だったため、希少疾病用医薬品の研究開発促進を目的とした薬事法及び薬品副作用被害救済。 研究振興基金法の改正法案が1993年4月21日に制定され、1993年10月1日より施行されている。さらにこの基金の業務拡大に伴い、1994年4月1日から医薬品副作用被害救済、研究振興調査機構に改組され、オーハンドラッグ開発振興業務を行っている。 アメリカ合衆国では1983年にオーハンドラッグ法が制定され、アメリカ食品医薬品局は対象患者が20万人以下の医薬品をオーハンドラッグとし、税制上の優遇に加え7年間の市場独占権を認めているが、他の一般的な病気にも有効で、製薬企業やバイオテクノロジー企業が大きな利益を得るケースが相次ぎ、 過剰保護との指摘もある。ありがとうございます。